シドニークリケットグラウンドはオーストラリアのシドニーにある競技場。クリケットやオージーフットボールなどの競技が行われる。略称は SCG。19世紀初頭からクリケットやテニス、自転車など様々なスポーツの競技施設が作られていたムルアパーク内の一角が1894年シドニークリケットグラウンドと命名された。1938年には 第3回大英帝国競技大会のメイン会場となった。1982年により、オージーフットボールチーム、シドニースワンズの本拠地の一つとなっている。1988年に、シドニーフットボールスタジアムが隣接して、建設されるまでは、1968年及び1977年に、 ラグビーリーグワールドカップの決勝戦会場となるなど、ラグビーリーグやサッカーの試合も行われていた。2014年3月22日及び23日に、オーストラリア初開催となる、メジャーリーグベースボール2014年シーズン、開幕戦である、ロサンゼルスドジャースとアリゾナダイヤモンドバックスの、公式戦に連戦が開催された。2018年に閉鎖された。 アリアンズス,スタジアム及び2019年春からアンズスタジアム大規模改修に伴い2020年と21年の NRL グランドファイナル会場として暫定使用される予定。ありがとうございます。